先ほどは試合お疲れ様でした。まずは試合おめでとうございます。ありがとうございます。今の試合についての振り返りをお願いします。今日は途中からだったので、そこでまず試合に入ることを意識しながら、そこでチャンスが回ってきたので、まず点が取れたことは良かったと思います。ありがとうございます。では次の試合への意気込みをお願いします。まず明日勝って九州1位を取って全国に臨めたな、いいなと思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。